あれ知ってる？ちょんまげ小僧って知ってる？あ、知ってます。あれおもろいよな。編集とかすごいっすよ。あれ頑張って、あれナマズがやってんねんで、編集。え？ナマズがやってるらしい。え？これの？そう、ナマズ。みんなちょんまげ小僧って小学生の YouTube グループ知ってる？最近バズった。メンバー名前知ってる？ナマズ、右足、磯銀着、ひき肉。ちょっとネームセンスありすぎるわ。ひき肉ってやばいっすね。ひき肉です。下向くの好きやん。はい、ひき肉ですみたいな。あれ好き、あれ好き。肉ちょもはちょんまげ小僧を応援します。この間チャンネル登録1000人超えたんですよ。今10何万人おるから。え、そんな増えたの？そう、今平均視聴率肉ちょもより上かもしれない。すごいよ。すげえ伸びてるからね。頑張っていただきたいなということで、我々も頑張るか。ダメそう。ダメそう。うちもダメっすね。でもです。これいいよ。おお、本名もう出してっか、ルスクみたいに。羨ましいなって思います。何やったっけ名前。立脇浩二。立脇浩二かっこいい。ルスクの本名かっけえ。ずっとらこうちゃんって呼んでるから。こうちゃんね。そう、こうじは知ってた俺も。はい、やっとこうちゃんに行けるんだっていうね。いつかね、めいちゃんもね、はい、出せる日が。いやでもマジで楽だなって思います、そっちの方が。楽やけど病院とかでビクなるで俺。病院とかさ、はいはい、なんか近所ひろき様とかでガラガラって言うとなるもん。バレたな。いや、なんかねちょっとあの偉そうやけど、はいはい、それ知ってるし、なんかおらんとは思ってるけど、はい、例えばお前それ金玉かとかにかかった時とか知らんで、そんなかがあるか知らんけど、あ、近所のひろき様、金玉に異常がある、近所にでした。え？てか、ね、金玉異常期か。そうそうね。もう金玉が異常な金城ひろき様。そこたまたまガチ恋ぜ。ああ、なんで？ガチ恋がそこにいるの？男のね。金玉から男の。今日はですね、こちらの企画でございます。はい。肉チョモの切り抜きを自分たちで見てみよう。パート2でございます。はいはいはい、前回もありましたね。まあいろんな切り抜きを皆さん上げてくれておりますが、はい、前回も大笑いしましたね。はい、まあ懐かしい映像もあったりとかして、ね、今日も、まあ、全く事前情報なしで、はい、切り抜きあんま見てないでしょ。見てないですね、たまに。俺も本見ないんですよ、はい、自分の切り抜きは、はい。なんでちょっと今日は貯めたやつをバーって見てみようかなと。はいはい、はい。ここ1年以内の。そっか、1年ぐらい前にやったやつですもんね、僕らが。そう、1年前ぐらいに切り抜きを見ようっていう企画をやったんで、ここ1年以内で作られた切り抜きを見ていこう。かぶんないように。かぶんないように。はいはいはい。はい、行きましょうか。肉ちゃま！でもね、たまにゲロさんのやつ見ちゃうんだよね。やばい、俺スマホ新しくしたから画面録画の仕方ばっかりな。無理だもん。じいちゃん。ないじいじい。若じじい。若じじい。若じじいが一番あかんから。これかな、どうやってやるの。設定のコントロールセンター。コントロールセンターないっぱい出た。なんかやばいやばい。設定のコントロールセンター。今ね、コントロールセンター。かっこええ。そんなのあんの？あります。電話せなあかんの、コントロールセンター。コントロールセンターどこ？サービスカウンターに。サービスカウンターハテナマーク、でっかハテナマークあって、はいはいはい、あの前回もいっぱい切り抜きやってるやつ見たんですけど、魚キャニオンっていう、はい、なんかもうほぼアンチみたいなやつがおって、あんまりつけ上がらしたくないから名前出したくないねんけど。ガオ持ちすぎてて俺はちょっと鼻につくねん。でもおもろい切り抜き作るねそいつが、ね、魚キャニオンってやつが。怪力メイちゃんのやつって見たんかな、やっぱり1年。そうです、ね、多分見たんか。これもう一回見ていい？はい。59万再生。そんな足りてんの？懐かしい、このゲーセン行ったな。ゲーセンか、ボーリングセンター。確かに人いないゲーセン探しましたね。パンチングマシン今やったらもっと伸びるんじゃん。伸びない伸びない伸びないか。ゲームと喋ってるやん。マジで面白くない。自己反省すごっ。172。どうなんすかね、これもなんかタイミングとかの気がするけど。ズバゴンって言ってた。完全に、うん、この T シャツ着てたな2人とも。懐かしいな。トムちゃんもこのアルファ着てたよな。すごっ。200パンチングマシン。いや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 強すぎ。コツ言います、ね、普通100ちょいとか。あ、もうこの家だ。ここか。これ何やろ。あ、机。これ
これだ、この机開けてる。あれちょっとちっちゃいですよね。あー、ボーン、あー懐かしい、買ったす、買ってすぐだ。これ好きやねんな俺。そうですもう。めいちゃんもう若いな。なんかね。おぼこいよね。うわ、これ買おうとかないわ、全部。寂しい、なんか。え、これ誰？あ、コーピー？ピコさん、ピコさん。コーピー痩せてるな。コーピー10キロぐらい太ったらしい。え？なあ。はい。コーピー今10キロぐらい太ったらしい。なんで？赤ピコ始まって食うやつばっかり。あー、大変でしょ、ピコさん。か、大変やろ。あー。これでいきますよ。お願いします。怖いんだけど。怖いんだけど。いや、マジ。どっこや。抜きてるドッポの雰囲気や。うわぁ。いや違う、食い物の割り方してへん。ほんまになんかね、ガラスみたいな割り方。結構分厚いやつやんな、チョコ。ねぇ、ハンマーとかでやるもんなんですよ。そうそうそう、今もちょっとやり方してもらったら私やります。やり方も何も抜き手好きやなお前な。俺抜き手結構ビニール系はこれで開きますから。俺それ真似して一回家でやったらほんまに爪全部剥がれるぐらいなんで真似して。そういえばメイちゃんやってたこのタイガーのトレーナー俺嫌やったわ。なんかなんでよ、なんか嫌やったもう歯全部なくなる。同じようなことばっかり言ってる。爪全部なくなるとか歯全部なくなるジロさんのからくりが全部バレちゃう。これなんかやり方間違えてるらしい。なんか終わってからリップ来て、はい、あれは全部溶かすんですよみたいな。あ、食べるもんじゃないの？ホットミルクとかに溶かすんですよみたいな。あ、そうなんだ。これ食えるやついないよなって思ったかったな。これをなんか怪力あったっけ？なんかしたっけな俺。俺もこんなのできない。ゴリラ君がかわいそう。これチョコをいっぱい、はい、バレンタインで近かったからいろんなチョコ食べようみたいな。ああそういうことね。もうゴリラがシャンってやったよな。なんで一平ちゃうのやろ。駄菓子屋で買ったんじゃない。駄菓子屋開けないと乾けじゃん。すげえ。うわぁダダ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 ダ進撃で、進撃の巨人。ちょっと遠いな。なんかちょっと遠いよな。怪力で巨人ってちょっと遠いよな。お、ちゃんと入れてくれてる。いやでもこういう怪力メイちゃんは俺結構好きやな。はい、こっから実はこう怪力メイちゃんの動画が伸びたから破壊なマスルが生まれたと。そうですよ。過言ではないから、ね。こいつが産んだと言っても過言ではない。そうそう、このモコさん、ちゃんと収益を我々何パーセントか渡してますか。いっぱいお金欲しいな。ちゃんとやってますか。ちょうだい。何年か経った後取り立て行かしてもらいます。俺あのゲロさんがあの不憫な感じになってる集みたいな。あ、そうなる？ゲロ不憫集みたいな。かわいそうなゲロさん見てると俺よ言うてるよ。よく寝れるんだよな。どう？生粋の S。磨き切られた S。なんで俺が不憫なとこになったら副交感神経が優位なんだよ。メカニズム、体のメカニズム。なんでリラックスしていくの？交感神経が減ってる。ゲロさん優しくして、ゲロさん不眠になるって見てると、サウナ入ってると思う。整ってるんけよ。俺が不眠になってると整うんけよ。そうそうそう。どんな体やねん。これお前。はい。おお、なんか。導入だった。これ何？あ、激辛？ああ。これ辛かったなぁ。口ん中すごい見えてたよ。口ん中食べ物ほぼゲボっすよ。ゲボやこんなん流してんの。いいなぁ、んかゲボさんかわいそうで。せーの、グーグーこのさんちょ言ったな。いやこれカレーよ。俺がん結構美味しい美味しい言われて食ったけど、あれ結構我慢してる。ちゃんと辛かったですね、佐々木さんのやつね。え、これ、あ、お酢、お酢吸うやつで。懐かしいなこの家。すごいテンポだったな。なんで吐いたんやろ。あ、急に吸っちゃったよ。懐かしい、頑張ってたなこの頃。マジマジこれうまいの。
もう店に行ってるやん。もう口の中をこうやってる。この時は取り憑かれてたんですね、やっぱり。俺もう最初が一番やったから。一番取り憑かれてるから。よう口内炎できてた俺。この二段構え。ごめん、弁護士をよ。なんで弁護士なんですか。いや訴えるから。普通にひどい人だな。訴えるから。そんなこともあったな。ちょっとピカピカなってんな。うわこれおもろかったよな。あーこれね。うわトランプ。これ好きこれ好き。肋骨全部いったかと思ったわ。僕は死にませんの違うなんか世界線みたいな、うん、どういうこと。どういうこと。聞かれた別バースとそんなことあんの。ああそう惹かれるってことね。あれは101回目のプロポーズね。はい、うん、なるほどね。これちゃんとえぐろうとしてたんですよ。ドーンこれ正解なんやったらな。あ同じこと言ってるわ怖っ。もう全く同じこと言ってるわ。マジで正解何これ。そうなんですよ。全部勝ってたんだ。そうだよな。いいなここ。やっぱ大きい声って言うよな。グッドンパーでパー。やは。何だぞおっさんやめてろ。めちゃくちゃ口悪い。ひどめちゃくちゃひどい。なんかこう抜きどころゲージは。おじいって言われる。なんか抜きどころゲージ。これなんか YouTube ってさ、これバー動かしたらこうどこが見られてるとかあるじゃん。はい、これあの一部の会話で抜きどころゲージと言われてないよ。言われてるし。やめてくださいよそういうの。ちょっとネットの噂も信用しないで。ちゃんと直してくださいね。ちょっと俺だけ変やで自分ら。変やで。免除。アニソングランプリ覚えてないのもう言ってんのなんだっけ。あ、優勝できてないよっていう意地。優勝できてないっていう意地ですね、はいはいはい、これも13番でぜひ見てください。不器用なゲロさん集めてみたって。お手前味噌なんですけど。あー夏祭りだ。泣いちゃった。見てこの汗。待って俺もほぼ裸やん俺。汗かきすぎて。夏祭り楽しかったな。足腰弱いから筋トレ前やから押されるとね。でもお酒の末端価格2億円ってことだ。末端とか言うな。なんでこんな不器用なやろ。ここで匠が本気で止めんねん。やらしてほしかったのに。お米みたいにバウンドして食うっていう俺の道路バウンド食い。ダメ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 。なんでそんなほんまにあかんみたいになるやん。一回遠く出そう、一回遠く出そう、遠く出すんですか。懐かしい。うわー懐かしい。これいいじゃないですか企画。何これ何全く知らない。あー確かにまたな。ありえないから料理の工程で家庭で一回戻す。お皿直す。水を減らす。うん、料理で。じゃあちょっと待ってください。はい。こういうの好き。もうねいいってなっちゃったね。いいってなっちゃう。今わざとやってますねこれ。いやいやそりゃそう。この浮いてる最中に入れたかったんです。あそういうこと。そうそう。
これさっきと同じ回だ。あー、お菓子食べる幕芸みたいな。子供産んでんすか。ピッコロね。マジュニアこう何だっ口からこう卵出てくる、はい、クリスマス企画やったね。もうあれも1年前とか、これ飾り付けしたのは本当一昨年とかじゃないかな。何それ、パセリじゃん。全部出てたってね、グーってやったら。このシンプルボンミス多いな。シンプルボンミス、かわいい、かわいい、安い。じゃあ先生お願いしていいですか。うわ、サーモンあったね。うわコストコ。俺の服装どうなってんの。あっ、水をこぼすの最悪やな。ここらへんね。ここね。いろんなもんこぼれてます。こぼれてるよ。じゃあこれに動じず僕はサーモンを。これ最悪。最悪。めっちゃ混んでる。めっちゃ混んでる。ちょっと待って、抜きどころ芸術を見てみる。ね、違うんです。やめてくださいそんな。ここここ。ああ。オレンジ来たやつ。こんなんさ、もうほんまにバカでも開けるよ。開けるようになってんねん。はい、え、何か、え、どこどこ前です、前。これ何の、わたあめ作るやつ。わたあめ作るやつか。気持ち悪い。こんな感じかな。はい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 。肉腸も爆笑シーン。お、ハードル上げるね。なんか嫌な予感がしますけども、行ってみますね。あ、パジャマね。おっぱいやねー。おー、すごいオープニングある。オープニングある。イエーイ。お、すごいやん。いいいい。歌い手幼少期神経衰弱体。アイキャッチはいみたいなあったっけ。あんなこった俺ら、そんなん。とにかくこれ安村さんが、はい。すげえちゃんとなんかネームプレートめっちゃ入れてるテロップ。じゃあ続いてめいちゃんいきます。普通に誰なのか分かんないかも。これこれ B か。待って、なんでそんな分かるの。いや、これおもろかったな。アンダバちゃんの裸集今回ね。え、出た、そんなんできるんだ。すげえ、ね、コメントが、そうそう、流れてくる編集してる。あれ今のは匠後入れ、ニコニコみたいな顔って流れてくるやつ。あんまやらないんで、これ違うんだよ。あと入れかな。いきます。パイプー！パイプー！自分が一番驚いてる。マジで怖い。怖い。これ何枚あるの？36枚目。これどんな確率？36分の1。どんな確率よ。そうやけど。そうやけど。すごい確率でええやろ。いいアイキャッチ。あ、マータソちゃんだ。顔がなんかずっとやだ。マータソちゃんなんかちっちゃくて可愛かったな。ね、可愛らしかった。すごい小柄で。うん。これ集中線ええよな。迫力集中線の編集。マータソちゃんまた会いたいな。なんかめっちゃ面白いですよね。女子女子してんだ、なんか。ああ。なんかね。和みやすかったよな。あの、バケモノバケツ委員会の、はい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 、ニーナちゃんみたいな。俺のエロスを色エロスなの。俺のこれマジで落ちなかったっすよ。家で頑張ったけど、はい、感覚的には、はい、油乗ってる感じだった。油すごいドッペーンのっぺーみたいな。すごい直出しね。マダニみたいなと思う。じゃあ出題者、じゃんけん決めますか。はい、じゃんけん、はい、
シャック最近会ってないの。確かに芋掘りポイポコじゃんけん本人もあんま覚えてんの。これメイちゃんのネタやろ。多分俺ね、これやってないんですよ。アゲインがあたかも俺が滑ったかのように演出してるんですよ。告白にやな俺のネタだよ。これも国が国やったら逮捕やね日本でよかったなお前。本当に逮捕でしょ、逮捕でしょ。あっち向いてる方向いてる。これはすごかったね。これよかったよね。もう拍手出たよな。わあ懐かしい。わあこれだって音ですよね。これ中トロです、ね、中トロでやれって思いながら聞いてたもん。私今飲んでた。ちょっと雲行き怪しいですね。え雲行きがすっごい怪しい。それ大体ですよ。あ、そうかそうか、はい、この本ちゃんの時はバシッと任せてください、うん、そうやって今まで生きてきたんだから。かけー本番はきっちりやんだから。あーごめんもう一回。はい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 、はい、こういうのあれあるよね。リラックスリラックス。ゴー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 ベタやな俺ら。これ知ってる？ん？これあんま伸びへんかったんや。この集合体恐怖症の人がヤバかったらしい。これあーキモかったってこと。そう、もうサムネでもキモってなった人がめっちゃ多かったんや。へー確かにえのき言われた言われた。ザキのもの。はい、ちょっといい、良いかおいや、まだ、まだ、まだあと20分ぐらい作るのかかります。一度、茶屋の方に行くか。茶屋は近いのか。星後ろ、星後ろ茶屋があるだろ。プラス15分ぐらい。はい、兄さん、はい、どっち。いい速さだったね。やっぱり、はい、西洋まんじゅう、西洋西洋まんじゅう。まんじゅうじゃない。あるほかないやろ。他西洋まんじゅうがハンバーガーって。まんじゅうじゃない。西洋がなんて言えばいいの。西洋まんじゅうが他にもう例えがない。なんか なんか考えましょうよ。肉ばさみ。先に決めた。先にな。社内恋愛しとるか。気持ち悪いな。この時マジキモかった。社内恋愛しとるかがめっちゃキモかった。これもちょっと前くだらねえ。だから叫んでるだけの見てるの聞いてる、聞いてる笑ってるだけっていうの。なんだ今のアイキャッチは。いやめてください。もうちょっとああいうの見ると本当に心が痛くなるんですよ。自分が思わないこと言ってるので、はい、本当に嫌なんですよ俺。これやりたいな。またまたみんなで泊まりたいね。これ楽しかったっすよね。楽しかった。もうさ、もう肛門のここにうんこがあるやつのおなら。自然ですよね、なんかもうここをすり抜けて出てる手なのよ。ウェーっていうアヒルのおもちゃあるじゃないですか。で、ヴァンパイアを、はい、オルケルさんがね、そんなウェーってやって、やべ、で、メイちゃんが、メイちゃんが、メイちゃんが、はい、問題補正してね、できましたって言ってる時に、できました。よー、完成。試したいよ。これ、これ、これこれですか。これ誰。ヒロキって言ってない。ワンチャンそれあの歌詞可変でデコちゃんに怒られる。マジでございません。デコちゃんすまんね。すいません。メイちゃんと振りが小学生にね。はいはい。いやここね、小学生ってちゃんとそのストレートで言ってくれたのが俺すごい好きだった。自分のポジションをね、ちゃんと守ってくれてね。
あいつ分かってるぞ、分かってるんです、全部分かってやってるぞ、あいつはショートねせーのそんな感じで検索できるんだ、うん、そう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 、使いこなしてますね、じいちゃんなのに。そう、やかましたお前37ってじいちゃん、ちょその問題ちゃんと押さなくて30ならまだじじいじゃないと思う。いやそんなこと言ったらあなたも27だからもうおじじだからね。いやまだあの俺は若いと思ってるんで、俺が指標なんですよ。俺若いから、それの10個やもん。じじい、お前王様って言ったらお前王様お前俺はだって王家の王家のもの、レイス家の一族、レイス家進撃の巨人、はい、あ TikTok で見ろっつってたわ。あ TikTok がいいのか、注目してる。あ、ゲロさんこれ。お前や。俺か。なんやその。ゲロさんに聞こえるなのノリ。やめ。好きな人おはよう。おはよう。つったら。あ、これもうこの間。はい。そんな俺。ボイすごい。そんなすごいっすよ。あはやうって言ってんねん、もうあはやう。いきますので嫌がらせをお楽しみに、どうぞ。それでは行ってきます。あーこれね何するんでしたっけこれ。僕はその用です。では編集で行ってきます。いいよね、好きだったなこれ。パーン、俺もやってやるだろ、見た見た。いやいや、マジですよね。めっちゃ嫌がって。5分かかる。行きたいもん、だってこれ、だって作れないよ。それしないと作れないよ。どうぞやってください。ね、しかもこれサブちゃんだからね。サブちゃんだから。なるべくチャレンジカロリーにしたいのに。せーの。嬉しい、これできると。俺が先に早く行って、その子めいちゃん追いかけない。2回やってる。めっちゃダリーじゃん。じゃあ行ってみよう。何回やってんだこれ。一人でいる時は絶対これやるから。やるんだ。今度さ、俺らがこうやってさ、ビューンって行ったと、はい、あの奥でチョワンチョワンチョワンってロックマンが死ぬ、あの死んじゃうの。てあれ出してよ、大畑の大冒険みたいな。チョン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 。死んじゃう、今度出して。怖い。今やってみるか、じゃあ。それで終わってみようか今日。はい、今日それ。じゃあ指名でね。ということで皆さん、たくさんね肉食モランマの切り抜き作っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。今後もねいっぱいたくさん切り抜き作っていただいて結構です。収益化もしていただいて結構です。はい、なのでね、どんどんこれからも、拡散して、肉食もみんなで盛り上げていければなと思います。そうですね、ということで、はい、今日の動画は以上でございます。本当に皆さんありがとうございました。それでは失礼させていただきます。せーの、ブーン。いや、しかもね、死んだだろ。儚いっすね、俺の死は。儚いよね、やっぱり。だからもう崖なのかな。針の壁があるの。こっち。皆さん、お楽しみいただけたでしょうか。ね、これからも肉食頑張りますんで。もう一回、その、遠慮でも。いや、なんで。こっち行く。こっちやったことない、あんまり俺。いや、どうなんの、お楽しみで。はい、ありがとうございます。